昨日、ソンコム選手に見事、勝利を収めた梅野源氏選手の、一夜明け会見を行いたいと思います。まずは昨日の試合の感想をお願いします。そうですね、まあ、やっぱり、2ラウンド目にちょっと攻め急ぎすぎちゃったかなっていうので攻撃がちょっと雑になったりだとかして、で、まあ、カウンターの肘ですねもらっちゃったっていう、それがまあ一番の反省点なんですけど、ただまああのあれだけ正直コンディションが悪い中、まあ結局5ラウンド最後まで戦い抜いてもスタミナもそこまで切れなかったですし、で周りのあの評価としてもまあ手数も少なくなかったし、そうですね、まあパンチもローもあのスピードもそれなりには出てたということで、ただまあ組んだ時がちょっとあの印象が悪いというか、膝を受ける時にちょっとお腹を引いちゃったりだとか知ったのが、だからまあ首相撲の展開ですね、首相撲の展開になった時に、まあ自分でも試合中感じてたんですけど、やっぱり、あれだとなかなかこう評価されづらいというか、一気にまた掛け率があると動いちゃうと思うんで、組の攻防に関してはもう少しちょっと修正していかなきゃなっていうところはあったんですけど、まあでも本当にあの体調の仲間、よくやったなとちょっと褒めてあげたいなっていうふうな感じはありますね。自分の中で試合してる中でもうこれは倒せそうだなという感触があった。そうですね、1ラウンド目に奥足のローキックが結構効いていて、で2ラウンド目もローが効いていたのでパンチも入るし肘も当たるし、で、まあ、ミドルキックも思った以上には当たっていたので、かなり弱ってたと思うんですね。奥足を効いていて相手の踏ん張りが効いてない状態だったので、で右アッパーですね、左のローのフェイントをしてから右アッパーだとかが当たって相手が結構 何度かぐらついていたので、そこでもう決めたいなと。やっぱり正直その後半になったらどうしてもやっぱり風っていうのでスタミナに影響が来ると思ったんですね。なのでチャンスがあるんだったらもうここを倒しておきたいっていうので攻め急ぎすぎちゃったのかなと。見てる分にはそんなにスタミナが後半切れた感じはしなかったんですけど、はい、本人的には結構きつかった。そうですね、やっぱりこう組んでる時とかもすごいスタミナをセーブしながら戦ったりだとか、一発一発をこういつもだったらまあ8割9割で打ってるパンチだったり蹴りだったり膝だったりっていうのをまあ本当に 5,6 割ぐらいでしか打ててなかったというか、まあかなりセーブしながら戦っていたので、特にやっぱり組の攻防ですね、組んだ時ってやっぱりかなりスタミナが持っていかれちゃうんで、できるだけ本来は組みたくはなかったんですけど、ただこう引き離そうとするにもやっぱりパワーがかかりますし、かといっても膝ばっかりこう打ったりとかしても疲れるしっていうので、自分の中でいろいろとだからセーブして戦っちゃったかなっていうのはあります。インタビューで目標としていた、タイでの、勝てる、戦い方を してみたいというのは、感触的にはどうでしたか。やっぱりその組の攻防でやっぱり膝をこう突き刺すような膝ですね、一回膝を上に上げてからお腹にこうまっすぐ突き刺すような膝で、僕は何回か体がくの字になってしまって、それでその膝蹴り打った足をその子も下ろさないでそのまま僕のお腹に突き刺した状態で、ここでレフェリーがブレイクっていうふうに言って相手に入っているので、要は僕は膝を打たれた状態でブレイクかかってしまってますし、結局僕は体がくの字になった状態で止められちゃってるので、これタイだとすごい掛け率に影響が出ちゃって、評価ソンコムがすごい評価されて僕はもう一気にこう掛け率として下になってしまうので、もし同じ試合をタイでしてたらどうなんですかね、僕負けてるんじゃないですかね。プロモーターのアンモンさんとオートゥーさんと話したんですけど、日本だと、もう勝てる対人はいないんじゃないかと、はい、いうことを言ってたんです。T2 ここだと、はい、ということ
を受けてやっぱりあの膝の攻防が結構ポイントなのかな、はい、今後ということはあの言ってましたね、はい、そうですね、やっぱり自分でもあの今も本当にどの対人が来ても日本だったらもう勝てるっていう、で本来だったら僕が例えば1年前2年前にソンコムっていう選手に日本で勝ちましたってなったら僕は多分すごい喜んでたと思いますし、で多分格闘技関係者の人たちだったりとかもみんなすごい騒いだと思うんですね。でも多分今回僕がソンコムに勝ったところで多分そんなに大騒ぎにならないと思うんですね、うん、本来は一昔前だったら本当に多分快挙ってなってると思うんですけど、今多分僕が日本で現役のチャンピオンだったりとかランカーに勝っても勝ったんだぐらいだと思うんで、で僕の中でもやっぱりそうだろうな勝つだろうなっていう風な感じでやってるので、結局周りからもあまりこう評価されないし、自分的にも自分のことあまり評価できないですし、っていう意味でやっぱりこうやっぱりタイで結果を残さないとなっていうのはありますね。その中でこう組の攻防ですよね、組の攻防でただ首相撲だけやったら正直僕負けると思わないですね。タイ人のトップ選手でもペットムラコットとやっても首相撲で負けなかったですし、ムエカワのトップ選手とやっても負けないんで、ただタイでやる場合当日計量っていうのもありますし、あとまあ掛け率だったりっていうのを気にしながら戦うので、どうしても僕の方が手数も多く出さなくちゃいけなくてってなると、やっぱりこうスタミナをうまく配分しながら戦わなくちゃいけないっていうので、それをこういかにこううまくスタミナ配分を考えながら、ただこうギャンブルの掛け率的にも、下にあまりならないような、例えば膝の打ち合いだったりとか、まあ、昨日だったら体がくの字になってしまっているので、そういうのをいかに減らしていけるかっていう、そういう細かいところになってくるとは思うんですけど、そのための対策として出した答えが、まあ、今回のキャリアを積むと。そうですね、やっぱりこれでどんどんあの試合を重ねていって、で本来あの昨日の試合でも体がくの字になって膝を受けてると、これも本当にダメなの、自分でもやりながらも分かってましたし、言われなくても、で次本当何をしなくちゃいけないだとか何が効いてるっていうのも大体もう自分で全部分かるので、あとはそうですね、それをいかにこう早くその場ですぐ考えつけるかどうかで、すぐそれをどのぐらいのスピードで出せるのかとか、それをしっかり力を込めて打てるのかだとか、しっかり狙うポイントを、例えば倒すんだったらしっかり顎先狙うとか、顔だけじゃないとか、しっかりピンポイントでうまく早くタイミングよくっていう、本当に細かいことを一つ一つ、やっぱりこう練習ではできているので、試合経験をどんどん積んで、実際の試合でこういかに出せるかっていう、っていう意味でもやっぱり試合経験は今後どんどん積んでいきたいなと思ってますね。それではあの次の試合は12月、そうです、多分12月の3日っていうふうにうちのトレーナーから聞いていたんですけど、ただ WBC ムエタイの方からは12月の23日だっていうふうに言われたので、まあ、まだどちらが本当なのか僕分かってないんですけど、それのラジアムナンスタジアムの創立記念70周年ですねに、オファーが来たので、あとはその僕の返事次第みたいなの で僕はまあ出るつもりでいるので、それに向けてこ うまくまあ調整していきたいなと思ってます。それがじゃあ年内最後の試合になる。そうですね、はい、来年はじゃあ何試合ぐらい1年間でやってみたいと思ってますか。オファーがあればどんどん本当にやりたいんですけど、毎月でもいいですし、まあ今まで通り2ヶ月に一度 の時もあるだろうし、まあそれはその時の日本ってこう結構ここに出たらここに 出づらいだとか、そういう細かいことがあると思うんですね。そういうのもいろいろ会長とかと話し合いながら、でもまあできるだけ本当にイメージは本当に毎月のような胎児のようなリズムで感覚でやっていきたいですね。梅野選手の目標としてやっぱりタイのルンピニラジャーの 王座を目指すというのがあるんですけど、はい、それに向けてこう具体的にはそのいつぐらいにまたこう目指したいなと。そうですね、タイで統一計量でやるんであれば、そもそもスーパーフェザー級っていうのはきついと思うんですね。落とせなくはないですけど、ただ本当にすごいスタミナをセーブしなくちゃいけないですし、でそうやって戦った時に
その賭け率、最初からその僕のことをギャンブラーたちが知ってくれていて、実力を認めてくれていて、しっかり公平な目で見てくれるのであれば、スーパーフェザー級でも僕はできますけど、ただ、外人だっていうのと、僕のことをそんなに生で見たことないっていう人も多いと思うので、賭け率がかなり変わってくると思うんですね。っていうので、だったらやっぱりこう、スタミナもある程度、残しておかないといけないんで、ライト級にはなると思うんですけど、そうですね、もし本当にスーパーフェザー級でやるんであれば、もう本当にできるだけ早いうちに挑戦をしたいなと、来年の本当に上旬にはやりたいなというようなイメージはあるんですけど、それはタイで、日本でできればタイでやりたいですね、うん、もう日本では多分僕、勝っちゃうと思いますね、うん、なるほど。それではじゃあ最後に、今後の試合を楽しみにしてくれているファン、また昨日見に来てくれたファンの方に向けてメッセージをお願いします。そうですね、まあ、2016年が本当にかなり勝負の年になると思うので、今後まあ一戦一戦がすごい大事な試合になってくると思いますし、相手もまあ今まで通り、タイのトップ選手、いろんなこう強い選手たちと、戦って、もう激しい試合になるとは思うんですけど、本当一人一人 の皆さんの声援が、僕の力になるので、これからも、僕の試合、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、レベルス、ムエタイライト級、タイトルマッチを、ドローですけれども防衛、となりました、ライデン選手、まず昨日の試合を振り返ってお願いします。はい、昨日は、1年半ぶりにやったんですけど、まあ、前回は本当にとにかく気持ちが焦ってしまって、とにかく前に前に出て相手を捕まえなきゃいけないっていう気持ちばっかり焦っちゃって、それが空回りしてうまく高橋選手にやられたっていう感じだったんですけど、今回はもう本当に余裕を持って冷静に戦おうという気持ちでやって、まあ、1ラウンドから、まあ、前には行くんですけど、ちょっとずつプレッシャーをかけながら、プレッシャーをかけていって、で、まあ、相手を見ながら、でそこから自分の得意な展開に持っていくっていう、それが、まあ、前回よりできたかなと思います。はい、1ラウンド2ラウンド、結構三日月蹴りが、はい、高橋選手の三日月蹴りが入ってたと思いますけども、はい、それはどうでしたか。まあ、まあちょっと痛いなとは思いましたけども、でもそんなに効いてるわけじゃなくて、これだったら全然大丈夫だなと思いましたね。はい、3ラウンド目にバックキックが思いっきり入って、はいはい、その後ちょっと動きが落ちたような、ところもありましたけど、あれはどうでしたか。あれも一回、まあ、倒れ吹っ飛ばされた感じはあったんですけど、効いてはなくて、まあ、ただちょっと印象は悪かったかなっていうのはちょっとありましたね。はい、前回と違って、まあ計量の時にですね、高橋選手が今回は前に出て打ち合うと言っていて、はい、まあ、時折その宣言通りのスタイルで、はい、高橋選手には珍しくパンチを振るってきたんですけど、それに関しては、試合中どんな印象を持ちましたか。そうですね、まあ結構パンチ何発かもらったんですけど、パンチ重い、まあ、結構重いなと思ったんですけど、まあ、自分はこれでは倒れないという自信がありましたし、逆に来てくれた方が自分はやりやすいので、昨日は逆に前回よりやりやすかったんじゃないかなと思います。5ラウンド終わった時、はい、流れが変わったのは、まあ、明らかに変わったのは3ラウンド後半、はい、そして、決定づけたのが4ラウンド、はい、首で捕まえ出してからだと思うんですけども、はい、試合終わった瞬間自分では、どう思いましたか。まあ、正直試合終わった瞬間は自分が勝った
かなと思いましたね。思ったんですけど、まあ、読み上げられた時に最初高橋選手読み上げられて、でちょっとあれと思ったんですけど、でドローっていう結果になって、まあ、まあ後で振り返ってみたら、まあ、最後の5ラウンドで、まあ、4ラウンドまでは自分が取ってたかなと思うんですけど、最後の5ラウンド高橋選手が一気に攻めてきて、そこで、まあ、自分がそのパンチの打ち合いに付き合ってしまって、まあ、ちょっと熱くなってしまって付き合ってしまって、まあ、ちょっと自分の方が下がってしまっていたのかなっていう。であとは首相撲でも一回こかされた場面があったので、そういう印象が最後ちょっと悪かったのかなっていう、そこがちょっと判定に響いたのかなと思いますね。なので最後5ラウンドがちょっともっとパンチ付き合わず、あそこでも組んでいけばよかったなっていうのはありますね。で判定がドローとなりました、はい。主催者側としてはですね、はい、前代未聞のチャンピオンがタイトルマッチの時にベルトを家に忘れるという、事態でですね、非常にこちらとしては慌てたわけですけども、はい、やはり試合で緊張して忘れてしまったんでしょうか。まあ、今回は本当ベルトを防衛するというよりも、高橋選手にもう勝つっていう、もうそのことだけに集中してたんで、それでベルトのことを本当に忘れてしまったという感じですね。本当にこれで、でもベルト忘れたことに気づいて、これで本当に負けたらもう本当に偉いことになるなっていう、ちょっと焦りがありましたね。ちょうど判定が降りた瞬間、はい、ベルトはまだ首都高の車の中でしたので、はい、ドロー防衛で良、はい、かったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、本当に勝って防衛が一番だったんですけど、なんとか防衛して自分の元にベルトを高橋選手に渡すことにならなくて本当に良かったと、はい、ほっとします。そして、反対側のブロック、統一戦の反対側のブロック、黒田選手、はい、やることが、もう決定してますけれども、はい、黒田選手とやることについて、最後お願いします。はい、そうですね、黒田選手とも、2年以上前にやってるんですけど、それ以来の再戦となるんですけども、それが統一トーナメント決勝ということで、本当に黒田選手もそれにかけてくると思いますし、自分も本当にその試合にかけたいと思ってるんで、本当多分気持ちと気持ちのぶつかり合いになると思いますので、しっかりもう最高の状態で万全に仕上げて戦いたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。